山本由伸から幸先よく先制するも、先発メルセデスが粘れず敗戦。相手が山本でも勝てる可能性あったのが残念。今日はしゃあない。今季は僅差で負けるの珍しくね。昨日のローキの2失点といい、このカードは運が悪い。昨日落とさなくてほんま良かったわ。しゃあない、切り替えていけ。でもいつもなら無抵抗で負けるところを藤原がタイムリー打ったことに Y は感動したよ。佐々木山本の試合でお互い1勝ずつで、まあ予定通りだと思えば。どうせ山本だし、平沢今日もようやっとったし満足や。平沢大がなんだかんだ1本ヒット打ちますし、9選べます。外野守備うまいです。替えが効かなくなってきたよな。平沢はこれから長打増えてくるといいんやけどな。思いのほかタンダマンや。岩下使えそうなのが大きいから、川より全然いい。西武ソフトバンクが今日負けなのはプラスやね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。